板垣流破門されないですか。あ、粋な言葉だな今思えば。絶対こっちの方がいいよ。保育園児で負けるな。え、わかります。すごい技使ってません。ええいやーとか言いそうな感じの昔からこよなく愛するあいつを折れると聞いて、今日が私一番楽しみな回でございます。南ハコフグの幼魚でございます。すんごく可愛いです。信じられます。こんなの本当にいるんですよ、みんなに。これまたね、あの岩のこの隙間にこう潜ってこういうとこ見るといたーみたいな感じなんですよ。このピコピコピコっていう、ほんと愛しいやつなんで、今日はそれを追っていきたいと思います。ですが、南ハコフグの幼魚は黒い点々がないと可愛さ激減です。師匠、はい、吐きたい。そうですよね。え、だから出来上がった後にポツポツすればいいじゃないですか。いや、それは折った後に模様をつけるのは、あ、やっぱその板垣流みたいな、そういうなんかあるんですね。そういうなんかあの稼働とかと同じで、こだわりとして、じゃあまあ、はい、元に書いておくってことですね。元に書いておくのだったらギリギリ板垣流破門されないですか。大丈夫ですか。はい、じゃあちょっと、じゃあ本当申し訳ないですが、じゃあ今回特別ということで、はい、あーもう大満足です。これで何よるって多分ダイバーに聞いたら、もう百発百中で南ハコフグの幼魚って答えますよ。あ、ちなみにあの余談ですけど、成魚になるとあんまり可愛くないです。っていうか軽くごついです。まあ、冷静に考えると折り方としては難しそうな、完全にサイコロ状ですからね。そうですね、風船ってある。あ、はい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 、あれと近いことをやるイメージですね。なるほど。あの、先言っておきますけど、僕風船も折れませんからね。おばあちゃんが折ってました。そういえばうちの娘と、うちの娘は別にそれこそ風船の折り方してくださいって言ったらできるのか。保育園児で負けるな。ではですね、先端に合わせていいですか。はい、合わせております。はい、そうしたら、まあ、胸びれを折っていくんですけど。そうですね、あの南運ぶというこれ大事ですから、ね、これ可愛いポイントですから、これなかったら多分可愛いところですから。え、わかります。すごい技使ってません。ええ、全然全然。ええ尖ってた角をしまうだけで、ちょっとだけこう、いや、地味に難しくなってますこれ。いや、細かいだけで難しくないはずです。師匠がもう限りなさって言いましょうか。角を向こう側に折ってあげます。あ、はい、これは平行な感じで、だんだん難しくなってきた。これ大丈夫かな、箱風になるかな。だいぶ箱風から遠い感じなんですよ今これ。一本間違えたらなんか電気を発するネズミができんじゃないかというのはちょっと。いや、でもまだハコフグには近づいてないな。折った角を、はい、こんくらいの角度でグッといってあります。ちょっと待ってくださいね。ちょっと結構変な折り方になってますけど。変な折り方ですね。なんか大丈夫かな。いやーとか言いそうな感じの。そうしたらこう折っていくんですけど、ついに言葉を放棄しましたね今。上の辺と平行なるような折り線でこう、なんでしょう、向こう側にしまう感じ。ああ、なるほど。あ、意外と単純なんですよ、やってることは。やってること単純なんです。すごいよ、近づいてきた箱風に。こいつをですね、はい、開い、中割り折りをしてあげて、はい、お金の中割り折っちゃっていいですか、はい、これ完全に中割り折っちゃっていいですか。中割り折っちゃっていいです。あ、粋な言葉だな今思えば。逆もやりますか。じゃあそして、お、逆をやらないの。やらない。こう中割り折りしたことで隙間ができるじゃないですか。しましたね、そこの隙間に角差し込んであげる。釘を使わない匠の橋みたいなことありますね。この寺院は釘を一本も使っていませんみたいな感じの。あ、固定できた。紙でもこういうのできるんですね。芸術だなこれ本当に。そしたらですね、膨らむんですよ。ちょっとこれはすごいことが起きたぞ。正直もうここまで来て、まあ、フォルム的にはなんか北枕っていうか、なんていうのかな、なんかちょっとノコギリハギとかそういう感じだなと心の中で思ってたんですよ。トランスフォームしますこれもしかして。目のあたりの部分っていうんですか、そこを引っ張りつつ正面から押して膨らませていく感じですね。これ空気で膨らませるんじゃないんですね。これ髪によだれつけたくないじゃないですか。いや、それは別にいいんじゃないですか。あ、でもかすかに膨らんだぞ、かすかに。あ、なんか膨らんできたよ。あ、膨らんだ。
ポンって言った今。いやこれ全膨らましは難しいなこれ。やっぱほら。まあまあ やってみてください。なんでそう怒ってるんですか。じゃあ今度やってますよ大元で。はい。あ、ちょっとあー、いった板垣さん、吹いた方が早いじゃん。すいませんでした。絶対こっちの方がいいよ。だって、ちょっと師匠の感じしてください。いや、絶対こっちの方がいいでしょ。師匠の教えをやめて申し訳ないですけど、多分吹いた方が可愛くなると思います。というわけで、ちょっと軽く板垣流を破ってしまいましたが、見事結果ね、可愛い南ハコフグの幼魚完成しました。コメント、高評価、チャンネル登録ぜひお待ちしています。全国の生き物好き、折り紙好きの皆さん、ぜひ一緒に見ていきましょう。